レイドロー TV 4周年スペシャル、はい、石川県金沢です。どういう祭りがあるんですか？熊獄祭り。あ、この前やってたんですか？そうそう、熊獄祭り。あ、ちなみにすごいの出てきましたね、これ完全にマッドブラッドです。これは巨人の扉ですね。あの、上のやつとかそのまま残ってます。これは完全にマッドブラッドです、ね。はあ、器とかですね。いいっすね。でそこでカフェができる。いろんな骨董品ね。座って OK みたいな。文化財なんですね。登録有形文化財。そりゃそうだよね、これ。すごいね。これはすごいっすね。ちょっと変わりましたね。4年経つと変わりましたね。またやる4年後。前入り。あれじゃ変わんないでしょ。あの時、獣地だわ。あ、カメラの性能も上がっちゃったんで、あと3時間撮れますね。回しっぱなししたら年末まで持ちます。そんなに？そうっすね。行った方がいいっすね。うわぁ、やっぱあそこまで行ったんすね。なんかあの橋の上なんかで喋ったかあったんだよね。で、綺麗になってますね。はーい。YouTuber な感じですね。ね、お茶が出てくるとか、プロの撮影ということで、はい。不思議なとこありますね。いや、ここはもう有名ですよ。はい。金沢で、うさぎと戯れるレディーでーす。はーい。リリリリーじゃあちょっと、これはすごい。もう、バスも、あの、外国人ばっかしてなかったな。うまそうですね、これね。はい。そう、それで表紙抜けしますよ、表紙抜け。表紙抜けしたんですよね。ということで、よろしくお願いします。入っていく。5年ぶりだとね。石川県とかの自宅とかでね、作られたりとかされてる。ここは何なんですか？ここは、お寺なんですけど、なんか、なんと書いてますね。ね、あれ、すごいこと書いてますね。はい。
これは鳥山さんのことですか。そう、団長寺。無駄に長生きして。え、これ、何町寺ですか。確かに、はい、何町寺？延長寺。すごい、もう小谷さん外国人に囲まれちゃいます。あ、後ろから超た、ねねね、狙ってます、ね。また一緒に写真撮ってくれ。振り返ったら多分おしまいです。いっぱい来て。はい、こう手振ったらいいんじゃないですか。あれ団体ですこと、人がすごい増えてきましたね。ついに。はい。いらっしゃい、はい。もう人がすごいですね。自由券もフラットフラット。すごいですね。スイーツが食べる。あそこの上とかいいじゃないですか。ねえ。もうまんまと私は入って食べたこと。ああ。そうですね。たこ焼きは例のたこ焼きですね。入りましたね、ここ。じゃあここで飲み比べやれますか。金粉飲み比べ。あ、ここは茶屋なんとかですか。東茶屋街です。メイン通りですね。金粉お酒街じゃなくて。お酒街。お茶屋さんってことですか。そうですね。で、本当はここの海太郎さんも予約しようとしたんですけど、定休日でございます。あ、これなんで金粉を売りにしてるんですか、ここは。金粉、はあ、たくさん金箔、ね、そうですね。金箔の作物だから。そういうことですね。そうそう、あの金沢って金の沢って書いて金沢です。あ、そういうことですよね。なんか砂金が川で取れるんですね。あ、昔はよく取れた。これ分かりましたよ。そういうところもある。だから宇宙人が金を狙ってるんですね。やっぱりなんか白衣とごっちゃになってますけど大丈夫ですか。はい、あ、いや宇宙人は金、ね、狙ってますからね。なんかね、結構ね、石川県って、ね、水曜日休みのとこ多いんです。だから本当にちょっと広いんで、ね、広いんで、ちょっと赤くなってきたって感じですね。あっちはまだちょっと緑なんですよね。今日お昼食べようと思って山の王さんもあっという間にここもね。ふがうまいんですよね、確か。そうそうそう、ふがうまいですね。ここはね、本当に山の王さんなんか説明してきたんですね。ああ、確かに、うん、早かったんで大丈夫でしょ。ね、結構ね、メイン通りよりここのね、ご飯屋さんもこれはやっぱ綺麗ですね。これぐらいですか。これだからインスタであります、ね、この数字で、でまあ321とかで振り返る。はい、あ、いいっすね。ミュージックビデオ使えますよ、これ。そうですね。だからちょっと変わりましたね、これ。